まあ、それに対して顔は進次郎さんがいいだろうみたいな話になると思うので、進次郎さんが出るんであれば進次郎 vs 重鎮たち。自民党総裁選について解説したいと思います。今回、政治と金の問題から自民党が脱却できるかどうかが焦点になるということ、事前活動、例えばビラを大量に配ったりとか電話攻勢をかけたりとか、そういった行為がですね、禁止ということになりそうです。また党主催のですね、討論会を、複数回、まあ、できるだけ多く、まあ、だから期間を長くしたんでしょうけれども、党のですね、公的なサポートの下で、候補者がですね、自由に発言をできて、そして、まあ、大きな派閥に、まあ、派閥は一応解消したとは言っておりますけれども、実質的な派閥っていうのがいきなりなくなるわけでもないので、ということで、そういった結びつきもあって、そういうのが逆にない弱小候補というか、弱小派閥だった候補が不利にならないように最大限の努力をするというふうに決められております。今回11人だったっけな、この間片山さつきさんに聞いたんですけれども、告示日と投票日が決まっただけ。これ、誤解してる人多いと思いますけれども、公職選挙法ではない、公職選挙法の範疇外、なので、実は、まあ、マネーが、まあ、いわゆる実弾が飛び交っている、いわゆる皆さんが嫌いな世界。だったわけですけれども、まあそれを払拭するというのが今回の大目的になっておりますので、選挙管理委員会の方もそういったことをすごく考えるようですね。この選挙管理委員会の委員になるとね、この推薦人になれないということで、自民党総裁選は現職国会議員の20名以上の推薦が必要となっておりまして、中に安倍派の裏金議員がいたということで、もう野党の支持者は早速それを叩き始めてると。裏金議員から推薦をもらってる、どうしようもねえやつだみたいなことを言ったりとかしてるんですけど、お前ら関係ねえだろって話なんですけど、人の党の総裁選に首突っ込んでる暇あったら、お前らの立憲民主党の代表選大丈夫かお前らっていう話とか、石丸伸二さんがその民主党の代表選の、で勝った人の選挙区に対抗馬で立つなんてね、結構面白展開が あるみたいですけれども、人の心配より自分たちの心配した方がいいんじゃないですかっていう感じでございます。また一部報道によりますと、小泉進次郎さんが、立候補の意向を伝えたということで、小泉進次郎さんが出るとまず自民党の顔としては100点満点、その他経験とか能力とかっていうのは、まあ、他の人たちが上回ってるかもしれませんけれども、少なくとも元首相の子、小泉純一郎さんの息子ということ、そして滝川クリステルさん奥さんでございます、そして子育てパパでございます。もうね、純一郎さんが自民党をぶっ壊すって言って出てきて、さらに、進次郎さんの横で滝川クリステルさんが微笑みながら、うちの夫は子育て協力してくれてます。まあこれ嘘じゃなくて本当ですからね。そうするともうね、子育て世代の心もぐっと掴んで、お母さんたちの心もぐっと掴んで、おじさんたちの心もぐっと掴んで、みんなの心をぐっと掴んでしまうということで。まあ進次郎さん、まあああいうふわっとした方なので、非常に敵が少なくて、右にも左にも好かれるし、不動票層にも好かれるということで、まあ進次郎さん首相になったら自民党また圧勝しちゃうんじゃないですか。だって立憲民主党に進次郎さん超える知名度持った人いないじゃないですか。選挙ってやっぱりなんだかんだ言って知名度ですから、進次郎さんが全国回って浦和に自民党ぶっ壊すなんて言ったらね、もうそれで拍手喝采ですよね。さらにプラスして新しい新総裁ということもあると思います。今回岸田さん最後まで粘ってて、選挙出る意向をいろんな人たちに打診してたんですけど、まあ結局来年任期満了になりますので、参議院議員選挙をやった後に任期満了、まあ要は参議院議員選挙で自民党が勝つか負けるか、岸田さんで戦えるかどうかみたいなのを見極めるっていう案を、有力だったんですが、さすがにそれはリスク高すぎだろうと。来年になってもうワンチャンしかないわけじゃないですか。その参議院議員選挙で負けて、急遽総裁を変えて次の3というか任期満了の衆議院議員選挙、これをですね目指すってのはリスクが高すぎるというふうに考えられて、おそらく今回の、総裁選で支持率が上がりそうな人が総裁になったら即総選挙ですね。だから進次郎さんが、総裁になったら即総選挙だと思います。で、ここでまだ選管が決めてないルールがあって、自民党って一次選挙と二次選挙ってあるんですね、総裁選。それで一次選挙で、総裁が決まらなかった場合、二次選挙で決選投票というのがこれまでの通例だったわけですね。で、安倍さんが第二次安倍政権の時ですかね、一次選挙を、国会議員と党員
選挙であって、その時って安倍さん2位だったんですよね。決選投票になって石破さんに勝ったのかな。その時は二次選挙が国会議員だけの選挙、決選投票、しかも2人っていう風に決まっていて、そこで安倍さんは1位になって、首相になったわけです。最終的に自民党が政権取り戻して首相になったわけですけれども、その後、その党員の票が軽すぎるということで批判を浴びて、次選挙でも党員票っていうのが考慮されるようになったのがその次の選挙ですかね。岸田さんとかなった選挙も、そして二次選挙を決戦にするかどうか、例えば2人じゃなくて3人にするのか4人にするのか、そういったことも含めて、一応前回に習えば一次選挙は党員という、そして、国会議員、まあ国会議員の票がもちろん重いんですけれども、二次選挙が国会議員と各都道府県の代表とかなんかそんな感じだったと思うんですけど、それを踏襲するのかしないのか、それによっても今回の選挙の行方っていうのは決まってくるのかなと思います。進次郎さんになることが嫌なのは自民党の重鎮たちですよね。年齢60歳以上の人たちは、これで進次郎さんが首相になっちゃうと自分たちが大臣になったりとかする目がなくなるんで、とはいえ当選2回とか3回の議員ってね、選挙の基盤が弱いので、まあそれに対して顔は進次郎さんがいいだろうみたいな話になると思うので、進次郎さんが出るんであれば進次郎 vs 重鎮たち、まあ例えばだから石破さんとか、茂木さんとか高市さんとか、まあその辺が対抗してくるんだと思います。ただ高市さんとかはもう完全に右寄りなので、自民党ってやっぱ国民政党ということで、右から左までラインナップが揃ってるってのがやっぱ強いところで、だから次の自民党総裁になってほしい候補ってことで石破さんが1位になるのは、これは自民党員以外にもアンケートを取ってるからですよね。そうすると石破さんってどっちかって自民党の中では一番左側の人なので、なので石破さんっていう話が出てくるんですね。だから高市さんがもし総裁選で勝ってしまうと、自民党はなかなか苦しい選挙を迫られるというので、やっぱり若手、特に当選2回3回ぐらいの人たちは彼女を支持しないんじゃないかな。まあそんな感じの選挙を動静分析でございました。だから進次郎が出ればおそらく進次郎が勝つ、勝ってしまうと自民党はめちゃくちゃ強くなると予想します。ということで、よろしく。